昭和20年代から30年代にかけての、そんな時代の日本の片隅に悲しい女たちがいました。決して幸せとは言えないんですけど、無邪気で温かい女性たちでした。そんな悲しくも温かい心の女性を歌った歌です。聴いてください。「ねえあんた」。どうしたの？あんた。ねえ、あんた。なんか取ってあげようか。お腹空いてるんじゃないの。飲み始めたらいつだって全然物を食べないんだから、胃腸が弱い男はさ、長生きしないってそう言うよ。ねえあんた、ボタンが一つ取れてるよ。外歩いておかしいじゃない。あたし針も持てるんだ。こっちへお菓子つけてあげるよ。だらしがない男はさ、出世をしないってそう言うよ。血がいっぱい入ってるね。いろんな店行ってるんだね。周りがみんな騒ぐとき、一人で寝たりしちゃいけないよ。野暮で無口な男はさ、バカにされるってそう言うよ。本当だよ、あたし図画が得意だったの。田舎の町の「だからほら壁も襖も私が選んで変えたんだ」「それだけ借金かさんだけどね」「この天井も毎日見てる」
そんなに不機嫌なの？私なんか言っちゃったかしら。他のどこかの人みたい、いいことばかり言えないんだよ。すぐに怒る男はさ、モテないって本に出てたよ。ねえあんた、今言ったこと嘘だろ？ごめんって一言言っておくれよ。こんなところの女にも言っちゃいけない言葉があるんだ。そんなこと言う男はさ、高校じゃ帰れって言われるよ。そうなんだな。ねえあんた